皆さん、こんにちは。今回は、ブレンダーの交代のシミュレーションを使って、ビリヤードの棒と棒で球を突くような動きを作ってみたいと思います。まず、最初にあるキューブを削除します。シフト A を押して、UV 球を出します。出しましたら、スムーズを一回押します。次に、もう一つ、シフト D で、複製、コピーしました。次に、シフト A を押して、円柱を出します。真上から見て、S を押しながら、円柱を縮めていきました。R を押して、次に X を押して、テンキーで90と打ちます。タブキーを押して編集モードに切り替え、一つの面を選びます。Y 軸に矢印をつかんで伸ばしていきます。そしたら、このまま S を押して、ちょっと棒の後ろの方を太くなるように設定しました。次にビリヤードの台のようなものを作りますので、シフト A を押して平面を出します。S キーで広げていって、次にちょっと横が広すぎるので、S キーを押して、X を押して少し狭めます。真横から見て、高さを調整します。次に、シフト A を押して、立方体を出しました。外れまで移動させてから、S を押して、X キーを押して、まずは、ちょっと脇にある縁を作りました。でもう、あとは複製で出来上がるんですけど、この時点で後からまた設定するのも面倒なので、交代の設定をしていきます。まず、オブジェクトモードにタブで切り替えてから、交代、ボールの方に交代をつけていきます。ここのシェイプを球を選んで、ここを球を選んで選びます。で、この交代で重要なのは、このタイプというところは何を表しているかと、言いますと、アクティブの時は、ここの再生ボタンを押すと、まっすぐ下に落ちていきます。アクティブは、落ちる。パッシブは、
設定しても移動しません。というふうに覚えておくと、後々何か作るとき、アニメーションを交代を使って作るときに便利です。これは後でこの玉を動かしたいので、今はアクティブにこの Q をしておきます。次にビリヤードの編集モードでやったんで全部床とこの棒とここのヘリがくっついてました。ちょっと今作り直します。一回選んで X キーで全部削除しました。ちょっと作り直すので。今作り直しました。次にこの縁も交代からアクティブを選んで、次にも床は動かないのでパッシブを選びます。ここのヘリもパッシブを選びます。動かしたくないので。次にこの棒は交代で動かすのでアクティブを選びました。で、選んだら色をつけていきます。は少し茶色っぽい色。この棒も焦げ茶色のような色にして、で、この球は明るい白、ボールは水色にしてみたいと思います。床というか、この平面は少し黄緑のような感じで、これをちょっとまた複製していきます。Shift D で複製。で、複製の R の Z 軸に90度回転させて、で、長さを Y 軸に伸ばします。で、これもまた複製して、こちらに置きます。で、今、これを、球をぶつけるんですけど、まず、ちょっとこれ、今、この棒が、
ヘリに食い込んでるんで、オブジェクトのトランスフォームの中心に移動、中心を移動で、R を押しながら、X 軸にちょっと傾けました。で、グローバルからローカルにして、まずは、キーフレーム1の時に、1回転がこの位置。I ボタンで設定していきます。で、10フレームの時、Z 軸の矢印を引っ張って少し手前に引きます。ここで1回転を記録させて、20フレームの時に、横から見ますと、弾に当たるように設定します。で、また I で1回転。これで今、どうなるか再生してみます。あれ？ちょっと位置が失敗しましたね。ちょっともう一回やり直します。この部分、さっき位置を設定したのを消して、まずは、シフト1の時に、1回転。で、中の時に、ちょっとボールを引いて、1回転。で、20の時に食い込ませて、1回転。ちょっとおかしいですね。なんでこれ。Z 軸に沈んでいきますね。もう一回消します。今、グローバルに切り替えました。1の時に、ここの位置で1回転。もうなんか、ああ、わかりました、原因が。なんで、さっき行かなかったのか。まず、先ほどのままで、ローカルにします。で、先ほどなんでこの、せっかく位置を調整したのに行かなかったと言いますと、ここの、今、棒を、位置を設定して動かしたかったんですけど、こういう時は、ここのアニメにチェックを入れます。これで、さっき指定したような動きにつけることができるんですけど、ここにチェックを入れ忘れてました。で、中の時に少し棒を引いたような感じで、
1回転。で、20の時に一気に、9をつくと。で、1回転。で、今、ここの棒の形状も設定し直さないとうまくいかないんで、まず、こういう場合はボックスか、今球の形、この棒の形からして、包みって言うんですかね。これか、あとボックスでも結構いい動きをすると思うんですけど、ちょっとこの凸で今回はやってみたいと思います。では、再生してみたいと思います。今度はうまくいきました。以上、これで簡単なビリヤードのような交代を使って動きを設定できました。レンダリングしてみましょう。ちょっと球から遠いのでカメラを選んで、白い球を選んで、このままコントロール T でトラックコンストレイントを選びます。カメラがちょっと大きく映りすぎたので、Z 軸に少し引いていきました。で、周りが暗いので、環境照明をワールドで選んで、ここを白に選ぶと、このような感じでレンダリングされます。今、レンダリングした時、黒っぽく映ってるのは、ここの、ここの立方体と、こちらの立方体が、重なる部分が黒く映ってしまってます。これをちょっと今直していきます。編集モードを選んで、マグネット編で、こちらの面を選んで、マグネットで、調整します。これで、先ほどの重なっているところの黒さがなくなりました。こちらもカメラには映りませんが、こちらの立方体も編集していきたいと思います。辺を選んで、こっちも辺を選んで、ちょうど良くなるところを探すと。で、カメラを少し上にしてみます。こういう感じで今できました。これをレンダリングするとどうなるとかと言いますと、今設定し直しますね。まずは保存するファイルを選んで、ファイルが小さくなるように H.264 を選んで、1から、あ、ちょっと長すぎるな。1から150まで今、110までレンダリングしてみたいと思います。ここに1から110のキーフレームまで、ここのアニメを押して、今レンダリングしてみたいと思います。ちょっと時間がかかりますんで、コーラでも飲んで待ちたいと思います。結構、ブレンダーで、アニメーションとか作るのはいいんですけど、やはり、個人とか、
のやっぱり限界があって、レンダリングに相当時間がかかって、それで作るのをやめる人とかも思います。この、例えば、寝てる間にレンダリングしたいという人は、ここの種類から画像を選んで、保存させておいて、今日は30フレームまでアニメレンダリングを画像で保存して、次の夜には寝てる間に30から60フレームまで画像を保存とか、といた後からその画像をつなぐ編集ソフトでつなぐという手もあります。今みたいなこういう動画ファイルで一括でアニメーションレンダリングをしますと、まだここの110までアニメーションレンダリングする場合はいいんですけど、小さい数ならいいんですけど、これが1000とかだんだん増えてくると一晩では終わらなくなり、せっかく長くレンダリングしてもまた途中からレンダリングしたい場合とかでも、今の私のこういうのを選ぶと途中からレンダリングできなくなるので注意が必要です。今これだけのアニメでも結構時間かかってて、この解像度の下の 50% というのはどのくらいの大きさでレンダリングをするかという決めるところなんですけど、本来は 100% でレンダリングすると綺麗なんですけど、今と早く終わらせたいので 50% にしました。パソコンによってはレンダリングしてる最中にパソコンに負荷がかかりすぎて、本当はブラウザーとかでネットサーフィンを、ブラウザーを使ってネットサーフィンをしたいとか、あと別な作業をしたいとかいうのができない場合もあります。結構だからアニメーションレンダリングというのはパソコンに負荷がかかると思いました。今ようやく終わりました。再生させてみます。これだけのアニメーションで結構レンダリング時間かかりました。今回は交代シミュレーションでビリヤードとの棒と球の動きを再現してみました。興味があればやってみてください。ご視聴ありがとうございました。